わあ、おいしそう。マンゴーかき氷を食べたいな。でも今緊急事態宣言を実施しているから店で食べられない。じゃあスーパーへ食材を買いに行って自分で作ろう。リー、僕はマンゴーかき氷を作りたいだから一緒にスーパーに行く？いいよ、私も買い物したい。ちょっと待ってね。うん。あら、マイバッグを忘れた。スーパーでビニール袋を買ってもいいじゃん。でも、ビニールは地球にとってあまり良くない。ビニール製ものを分解されにくいし、動物も誤飲をしやすいし、そしてお金もかかる。やっぱりマイバッグを連れていた方がいいと思う。なるほど。じゃあ僕もマイバッグを連れていく。今日はもう出かけないかもしれない。よし、洗濯しよう。高橋、洗濯機の中の水を流さないでね。え、なぜ？汚くなったのに。汚くなっても使えるよ。お手洗いに行ってから汚さが使った水で流せる。シャワーを浴びた後で水で床も磨ける。そうしたら水は無駄に使わなくて水道代も減らせるよ。あ、そうなんだ。昔の僕は水を無駄に流してしまった。大丈夫、今からも遅くないよ。じゃあ今から僕もやってみよう。